稲忠治は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名、武蔵小室藩初大藩主、三河国発軍小島城主、稲田大家の着難に生まれる。a 六六年に、父、田大家が三河一向一期に加わるなどして、徳川家康の下を出本。天正三年の長篠の戦いに陣狩りをして、従軍して、功を立て、ようやく帰参することができた。 家康の着難、信康の家臣として、父と共につけられたものの、信康が武田氏との内通の罪により自陣させられると、再び出奔し、泉国、堺にいました。天正十年に本老寺の変が勃発し、堺を遊覧中であった家康を本国へと脱出させたいがごえに、小栗をしただらと共に貢献する。この功により再び帰参が許され、父、 ただへの給料小島を与えられた。また三縁奉行の一人として、県知などの大官であった、吉忠田田の同心となり、後に吉忠田田の後を継ぐ形で、大官衆の筆頭になる。伊護春、縁、三の奉行職として活躍、豊臣秀吉による、小田原征伐や文録、慶長の役では大軍を動かすための小児田による、兵糧の輸送、街路整備などを一手に担い、 大官としての地位を固めた。家康が江戸に違法された後は、関東大官頭として、大久保長安、彦坂岩章、長谷川長津奈良と共に家康の関東支配に貢献した。慶長15年、61歳で死去。医療と大官職は、着難、忠政が継いだ。大正元年、正五位を追増された。武蔵区に足立軍小室及び河野巣において一万国を、 与えられ、関東を中心に、各地で検知、新田開発、河川改修を行った。利根川や荒川の付け替え部品、事業割、自社製作など、江戸幕府の財政基盤の確立に清しその業績は、計り知れない。関東各地に残る備前居や備前邸と呼ばれる運河や、堤防はいずれも、中時の下に備前種に由来している。また、稲町大技小室あ丸山に、 稲し屋式跡がある。諸国からの水運を図り、江戸の繁栄をもたらした忠寺は、武士や町民はもとより、農民に炭焼き、養蚕、生煙などを進め、区は、朝著などの栽培方法を伝えて広めたため、農民たちからも神仏のように敬われていたという。稲町は忠寺が町名の由来である。次男、忠春は、 茨城県筑波郡稲町の町名の由来となっており、親子2代で地名の由来となっている。稲町温度は、はぁなの殿様忠実行の、と歌い出される。田尻左辺、増意所見伝造法番上特使増意年表 P31。ありがとうございます。